自我チャンス、ジェジェチャンネルです。皆さん、今日はですね、警察の闇ですね。鹿児島県警の本部長が事件を隠蔽したでーっていうことをですね、なんと警察内部のトップクラスの人間が情報を新聞記者に漏洩したということで、バーンと逮捕されたんです。そうですね、これはですね、情報を漏洩したらダメですよね。これは法律で決められていますよね。しかも警察組織の中でですね、まあ、簡単に言ったらこんな話ですよね。犯人は誰やねんとかですね、こんな事件が起こりました、うちの所長の住所はここですとかですね、これは機密情報です。警察にとってはですね、この機密情報は警察の中でですね、から外の人間に、第三者に出したらあかんでということね、が決められているんですよ。法律で設定されているんですね。これを犯したら罪になるでということが決められているんですけれども、なんとですね、そんなこと気にするか言うてですね、ここの警察のですね、生活安全課の部長ですね、この部長がボラーンと漏洩したんですよね。で、漏洩したからですね、逮捕されてしまったんですよ。おい、お前、警察の内部の情報を何、新聞記者に、ここがですね、重要ですよ。新聞記者に何漏洩してんねんっていうことですよね。で、逮捕されたんですよ。そうしたらですね、この逮捕された時はですね、報道ではですね、また警察の不祥事やいうことでね、鹿児島県警はですね、この時2ヶ月にわたってね、3人の逮捕者が出たんですよ。まあ痴漢行為、いやらしいですね、盗撮とかそんなんでですね、3人続いてて、また逮捕かと。しかも情報が漏洩かいうことでですね、この漏洩した人間を叩くような雰囲気やったんですよ、鹿児島県警ね。で、ここの本部長もですね、いやー、もうこれはコロナでね、心身ともに弱ってる中でコミュニケーション不足で起こったなんて言ってたんだけれども、事情聴取が始まったんです。そして裁判でなんで告発したんやいうこともですね、ボワンと短期でですね、始まったわけですわね。これちょっと異質な裁判なんですけど、今日の話とはちょっと、関係がないのでね、この辺は外しますけれども、そしてそこで驚くべきね、ことを、この情報を漏洩したね、犯人が言ったんです。この犯人で警察の、いわゆるあれですよ、上役ですよ、かなり上の人間ですよ。何を発言したかというとですね、いやいや、ちょっと待ってくれ、言うてね、俺はやな、と、この鹿児島県警のトップ、本部長が、やな、本部長が、いわゆる不正にやな、不祥事を隠蔽しようとしていた事実をね、正義感からこんなことはあってはいけないとね、国民を守るため、鹿児島県民を守るための警察が事件を隠蔽するようなことがあってはね、これは自分の義に反するということで告発したんやということになったんですよ。そうしたらマスコミは大逆転したんですね。おい、ちょっと待てよと。この事件は普通の事件やないとと。ね、警察の闇が出てくるぞということで、マスコミは騒ぎ出したんですよ。おい、ちょっと待てよと。これ、逮捕された方が正義やないかということなんですね。普通は犯人は正義がないと思われますけれども、今のマスコミは、逮捕された人が、なんと警察の内部の情報を漏洩したのは、ね、いわゆる正義のためやという方向に行ってるんですよね。こういった事件として見てますね。で、皆さん普通の人はこう思いませんか？いや、警察のまた不祥事や。何？犯人が悪いよ思ってたら、警察のトップが何事件を揉み消そうとした。それを告発した。この人、人やんか、正義の人やんか、ちょっと応援せなあかんなっていう流れになってますよね。ところがですね、ほんまにそうかいうことなんですよ。違う。そうやないということなんですよ。この事件の真相、本当はなぜこのような告発をしたのかというところは、全然違うところに動機があります。ね、テレビでは報道されていない新事実を、この覆面をしている赤マスクだから言えることをね、お話したいと思います。今日はズバリお話したいと思いますね。そして天下りの闇ですね。こういったところも含めて皆さん方にお話をしたいなというふうに思います。まず告発したのは生活安全部長の、この方、本田容疑者、60歳。これ年齢重要ですからよく聞いておいてくださいね。告発したのは生活安全部長ですよね。この本田、60歳ということになりますけれども、訴えられたというかですね、まあ、訴えたわけではないですね。このなんで動機を聞かれたんですね、本田ね。お前なんで内部資料出してって言われたんですね。いやいや違うね。うちの鹿児島県警の本部長のね、
うちの本部長のやね、野川飽きてる本部長ね、これ年齢重要よ。51歳。この人ね、51歳が事件を隠蔽したからや、いうことで、ここ非常に大要。60歳の、いわゆる本田が、51歳の野川本部長の名前を出したんですね。これ名前を告発したわけですね。こいつが隠蔽してるね、って言ったんですね。さあ、こっからですね、事件はですね、僕はですね、ピンと来たんですね。この図式を見たときにね、60歳の警察、鹿児島県警の、いわゆる管理職ですわ、生活安全部長を言ったらね、ここの人間が本部長をね、訴えた。つまりこれはですね、正義感から来る事件ではないと思いますね。これは間違いなく、この事件が起こった、これはね、職種、警察官という特殊な職種。そして、この二人の年齢です。ね、捕まった60歳の、本田と、そして、ね、名前を出されてしまったね、本部長51歳という年齢。そして、この告発したタイミングです。この三つに違和感を感じて、ピーンと来たんです。あ、この事件あれかと。あれやなと。間違いなくあっちやなということで、考察が一瞬で完了しましたので、皆さん方にお話ししたいと思います。しかし、これはもう考察ではないです。これ、間違いなくこれ当たりだと思います。ね。それではですね、ちょっとこのピラミッド見てもらえますか？このピラミッド。ちょっと勉強してください。このね、赤マスクのチャンネルを見る方、これちょっと警察のですね、階級です。一番下ですね、巡査から始まって10階級あります。警察っていうのはですね、巡査、巡査長、巡査部長、警部補、警部、警視、警視正、警視庁、そして警視官、警視総監ね。で、この一番が警視総監ということになってくるわけですね。この中で事件を起こしたのは、上のピラミッドのトップですね。告発したのが警視正の本田ですね。そしてですね、その中にね、いやいや、本部長はって言うてですね、県警のトップ、鹿児島県警のトップですね。これが警視庁ですよね。この一つのランクの差なんです。一つのランクの差なんですけれども、年齢に注目してほしいんですよ。この本田はですね、60歳で定年を迎えてすぐに告発してるんですよ。このタイミングに違和感があるんですね。正義ではないと思いますよ、この人。タイミング、ね、60歳で、ね、しかもこの警視正という立場で、退職してから、ね、告発してるんですね。そしてこの、野川はですね、年齢51歳で、一つ上の警視庁です。で、しかも鹿児島県警の本部長。本部長というのはですね、日本に47人しかいてないんですね。北海道とかですね、大阪とかですね、鹿児島とかですね、そこに一人、ね、県警っていうのがありますね。大阪府警とか、京都府警とか、神奈川県警とか、ここのトップを本部長というふうに呼ぶんですね。これがですね、野川。つまり、日本で47人しかいてない超出世の、この人間をですね、いわゆる定年退職した60歳の警視正が、現役の51歳の警視庁に不正があるということを告発したと。まあ、ここなんですよ。非常に重要ですね。どういうことってね、ジェリー何を言うてるのってことなんですけれども、ここですね、この表を見ながらちょっとお話していきますけれども、まずですね、この、本田っていうのは非常に出世してます。警視正ですからね。そして彼はノンキャリアです。ノンキャリア。ね。つまりですね、キャリア組ではないんですね。そしてこの野川っていうのはキャリア組です。つまり出世のスピードが全然違うんですね。つまりですね、一生懸命努力してきた本田がいます。本田は一番下のノンキャリアですから、巡査から順番に試験を受けて、どん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 上がってきてですね、このノンキャリアでは最高のポジションです。もう警視正までほぼ行きません。大体警部ぐらいで終わりますね。ノンキャリアの場合は警部で終わるんですね。で、ここまで警視正まで上がっていくっていうのはですね、非常に優秀な方やった。で、超ね、まあ、超一握りの人でですね、この上の警視庁までノンキャリアで行く人はいてますけれども、その上の警視官とかですね、警視総監っていうところまでは絶対行けないのがノンキャリア、このホンダの地位。そしてホンダはですね、まあ、頑張って、まあ、すごいですよね、この警視正というポジションで、定年退職60歳にしてから、すぐに、なんとこの51歳で自分より上の本部長になった、
キャリア組の警視長を告発したというようなことですよね。内部資料をね、漏洩させたのはこの人がね、もう憎かったんやろね。ここから考察も入ってきますよね。で、この人はですね、どっからスタートするかというとですね、このキャリア組っていうのはですね、もう全然、全然違うんですよ。この、出世するスピードがですね、どこから、スタートするかというとですね、警部補です。警部補としてもいきなりこっから採用されてですね、もう一年ちょっとしたらですね、すぐ警部に昇進します。めっちゃ早いでしょ。バーン飛ばしてここまで行くんですよ。そしてそっからすぐにですね、現場離れて2年間ね、警察庁とかね、そういうところにキャリア組っていうのはですね、また行くんですよ。つまり、省庁と現場っていうのを行ったり来たりしながら、いわゆる出世ルートをね、進んでいくのがこれキャリア組。ね、そして1年2ヶ月後にはですね、もう警部になって、そこから2年間ですね、警察庁勤務をしたらですね、もう4年にはなんと、警視です。警視に行ってしまうんですね。だからですね、一生懸命頑張ってきたですね、この本田、告発した本田はですね、あっという間に自分を抜かれていった。しかも自分が定年の時にはですね、なんとこの警視庁にもう彼がですね、自分の下の、キャリア組のですね、この野川に抜かれてですね、部下になっていたということなんですね。ここに事件の鍵はあるんですね。だからですね、僕はなんでここで正義がないって言えるかというとですね、これですね、定年後に告発してるんですよ。本当に正義の人だったらですね、定年とか考えないと思います。退職金のこととかあんまり考えないと思います。ここまで告発する人っていうのはね。ところが自分がちゃんと定年をして、退職金、大体ですね、退職金は2000万以上もらえます。で、退職金を2100万ぐらいかな、もらえるんでね、各都道府県によって違いますけどね。で、退職金をもらってからすぐに告発した。僕はこれはですね、嫉妬から来ると思います。嫉妬から来たですね、いわゆる、まあ言ったらもういろいろ自分の中であったんちゃう、こいつっていうのがあったと思うんですよね。で、この、告発をしたっていうのが僕はその動機だと思いますね。そしてですね、この天下りというところに少し触れていきたいんですけれども、この告発された方の51歳の方はですね、もう本部長をですね、もう51歳でやっててですね、その後またですね、警察庁に行ったりですね、いろんなところに行ったり来たりしてですね、まあ退職金がおそらく7000万ぐらいもらうんですよ、60歳。もう3倍以上違うんですね。で、そこから先に天下りを、ね、いわゆる何回も天下りを繰り返していくんですね。このような人生をね、いわゆる、保障されているんですね。ところがこの告発をしたですね、この60歳の方はですね、どうなるかというとですね、もうこれで終わりなんですよ。もう警察対象2000万もらったらもう終わりなんですよね。まあ、もちろんですね、元俺は警察官やいうことでですね、地元の警備会社かなんかにね、就職したりね、どっかの法律事務所のなんか、まあ、用心棒みたいな形でね、まあ、就職したりできますけれども、まあ、それ安い給料ですわね、大したことないんですよ。ところが、キャリア組っていうのは天下りということをですね、いろんな団体等にですね、再就職を重ねることができるんですね。だからこの自分の一個上のやつはですね、自分より早くブワー修正していったくせにね、まだ俺より10個ぐらいもしたやのにやね、こっから天下りしていって、お前俺よりも実力がしたやのに、ね、これは自分、僕の考察が入ってますよ。こういうふうに思ったんじゃないかなっていう犯行でね、もうこれはもう考察が入ってますよ。俺よりも10個もしたのくせにはね、俺よりも上の立場でしかもね、県警の本部長にもなりやがってね、しかもこっから天下りで、生涯ね、7000万ね、いわゆる退職金を警察からもらった後ですね、天下りを繰り返して、独立行政法人とか公益法人とかですね、いっぱいあるんですよ。特に第1位はセコムとか警備会社ですね。あとパチンコ関係の公益法人、日本全国には140カ所以上あります。こんなところに2年間バーンと理事で入ったり、こっちにまたそれを退職金、バーンと1000万くらい儲て、次またこっちの公益法で天下りしてですね、何回も天下りをしてですね、生涯獲得する退職金を含めて、この警察官僚ですね、の生涯獲得する利益は8億円から10億円というふうに言われています。
恐ろしい金額ですね。もうそんなことに嫉妬した事件なんですね。これ間違いなくその事件なんですね。俺はもう60でね、もういわゆるもうこの転職先もないのにっていうことですよね。で、このキャリアっていうのはですね、どれくらいいてるかというとですね、この、キャリアっていうのはもう、警察の場合はですね、東京大学です。東京大学を出た人間、これがですね、警察官が約60、30万人かな。全国に30万人いてますけれども、この東京大学を出てキャリア組って言われるのはたった600人です。一握りなんですよ。この600人が天下りを繰り返して、ここ闇がありますね。退職金、公益法人、税金で作られた公益法人です。例えばパチンコのこの売り上げの税金からバーン作った公益法人ね。だからこの3点方式も OK 出てるんですよ。警察の天下り式のね、先にあるからですね。ここでなんと生涯の退職金、こっちから2000万バーン移って2000万バン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 10億ね。これね、官僚だけで今600人いてるんですよ。このキャリアだけでね。警察官僚。この600人がね、10億もらったら6000億円です。この6000億円が僕たちの血税でね。しかも天下り先、天下り先に行ったらですね、ほぼ何にも仕事ないんですよ。行って席を置いてバーンと理事やってるだけ。行って席を置いてバーンと理事長やって、週に1回金曜日ゴルフ行くだけ。ね。で、なんでこのようなですね、例えば企業ですよね。そこもとこは公益法人でもないですよね。企業にこの警察官僚のトップね、が降りていくかというとですね、その人がいているだけで、ね、その人がいているだけで何かあった時にはですね、強い用心棒になるんですね。ということで、メリットがあるから入れていくだけということになるんですよね。だからですね、もう取り合いなんですよ。ね、警視総監とかですね、警察庁長官、もういっぱいの次から次へとですね、定年退職します。で、この有名な人がいてますよね。高橋幹雄っていうね、警察庁の長官がいたんですけれども、この人はですね、普通は2年に1回天下りを繰り返していくんですけれども、日本自動車連盟 JAL っていうのがありますよね。この JAL に天下りをしてですね、なんとこの人ですね、60歳で警察を定年してから15年間おったんです。もう全然天下りせんとね、やりてやれ、JAL におってね、なんと退職金10億円もらってます。だからこのようにですね、一つの天下り先からドカーンと10億もらうやつもいてればですね、5000万、2000万、500万、1000万、3000万、4000万とかしながらですね、バッと定年後、ね、だいたい15年ぐらいで10億ぐらいもらうっていう人がいてるということですよね。これどうですか？ここが闇なんですよ。だからこの事件ですね、正義でも何でもないんですよ。この人はね、自分がノンキャリアで思いっきりバリバリやってきた、ね、腕で上がってきたんですね、ここまで来るということはね。普通は警部ぐらいで終わるのにね、もう警部補とか警部ぐらいで終わるのにね、警視なんかまで行くのも大したもんですわ。で、全国の所長言うたら警視ね。だから所長にはノンキャリアでもなれるんですけれどもね、これ上の方にはもう行けないんですよね。もうそれ分かってるやろお前な、東大出てないねんからと思うねんけれども、その辺がやっぱりムズムズしとったもんがあるんちゃう。おいこいつ、俺も実力ないのにめちゃくちゃめ出世早いやんけ。そら知っとったと、キャリアは出世早いの知っとった。せやけど俺は退職金こんなに頑張って60まで働いて2100万しかないのに。こいつは何やとね。計算だけで退職金7000万以上もらえて、しかも生涯天下りを繰り返して、ひょっとしたらこいつ、ね、うまいこと言ってですね、警視総監とかなるんちゃうやろか、警察庁長官とかなるんやないやろか、お前そうしたら10億持っていくやんけ、悔しいやんけ、ということで、この人はタイミングです。その溜まった鬱憤を、定年退職後、このタイミングがこの事件の鍵です。定年退職後にわずかな退職金をもらって、まあ僕から言ったら大きいですよ、2000万ね。その退職金をもらって、バーンと告発した。しかも告発したのが、これは新聞社に告発してるんですね。新聞社にね、つまりもうこいつ、ね、許されへんと、ね、ここですよ、いやらしいね、男の嫉妬っていやらしいですね、こいつね、俺が辞めてから引きずり下ろしたの、引きずり下ろすには、ちょうどこの鹿児島県警はですね、こういったいろんな事件が集中していて、ね、この隠蔽しようとしていた、この事実を表に出す、簡単やと、こいつの出世コースを全部これで止めれるやないかということで、起こした犯行ではないかというふうに思うんですね。しかしね、このね、犯行は犯行かもわかりませんよ。まあ、世間一般で言われているのはですね、
これは正義の告発やっていうことなんですけど、それは全く違う。僕は嫉妬から来るですね、いやらしい男の嫉妬から来るですね、定年を迎えたですね、この警察がやった、これね、俺殺されるんちゃうかな、こんなこと言ったら。あくまでも想像ですよ。ね、あくまでも想像ですよ。俺のところまで今日のおさんとってねと思うんですけど、これ真実に近いと思うんですよね。でですね、これね、どれくらいの権威問われるかというとですね、情報漏洩の罪なんてですね、30万円以下の罰金、もって半年以内の懲役とか、こんなんなんですよ。ただしですね、まあ、幅があるんですね。国家機密になってくると、10年以下の懲役っていうところまでガーンと伸びるんですね。100万円ぐらいの罰金とね。だけど、こんなもん知れてるやんかね。警察の、ね、こんな位置ね、県警のですね、内部資料がちょっと記者に漏らしただけ言うたらですね、こんなもんお前、罰金30万ぐらいの事件やん。だけども、それで弁護士言ってるんですよ。おい、これぐらいのことで身柄を拘留するっておかしいやないか。なんで身柄拘留したか、そうですよね。これ以上、これ以上、テレビとか YouTube とかでこいつに騒がれたら困るやないかというところ、陰謀があるんですね、いやらしい警察のね。で、特にね、この事件はですね、そんな、難しい事件じゃないと思います。いやらしい男の嫉妬から来るですね、事件ですね。やっぱりですね、このキャリア組、東京大学を出たですね。まあ、わかりやすく言うとね、東京大学を出た人っていうのはですね、警察庁長官とか警視総監で言えばですね、約この20年間でですね、東京大学以外の人でなったのはたった1人。あとの19人は全部東大を出てるんですね。もうこれぐらいですね、出世コースがレールに引かれてるんですよね。入った時はここからね、1年2ヶ月こうやって、そして官庁と現場で行ったり来たりしながら、若手が入ってきたらこっち行って、若手が来たらこっち行って、これを繰り返して、もうルートが引かれてるんですよ。それに比べてね、ノンキャリアのこの告発したちはですね、試験に合格、試験に合格、試験に合格、点数赤切符何点切らなあかんとか、これを全部クリアしてですね、自分で上り詰めて、やっとここまでということの嫉妬から来てるんじゃないかな。正義ではないと思います。まあちょっとは正義あるということにしておきましょう、僕のチャンネルね。バンされたら怖いから。バンされたというか、僕自身がバンされたら嫌だからね。まだ、そういう人だから、誰を告発するか分からへんからね。あの、ヒゲちゃんの赤マスク映画面のこと言いやがって、名誉毀損やなんか言われたら困るからね。最後に訂正しておきますね。あくまでも考察です。日本を良くするための考察でございますのでね。どうか僕のことを告白するのはやめてほしいということですよね。いかがでしたか？今日の情報、素晴らしい情報でしょ。ここまでですね、事件を一瞬で紐解いていく、真相にたどり着くっていうね、人はいないと思いますよ。ねえ、すごいでしょ。だから今日の事件面白かったでしょ。ね。うん？何？うん？今日の動画も何？やっぱ浅い。考察が浅い。もっと闇があるんちゃうか。もっと切り込めとね。お前らしくないやないか。どうもすいません。ということなんですけれどもね。頑張ってやっていきたいと思います。そしてですね、まだまだ、ちょっとここからですね、ちょっとライブ配信の話にしますけれども、メンバーシップ、専用でライブ配信をそろそろ始めていこうと思います。ね、メンバーシップの方にはですね、全然メリットがないね、ただのもう、JJお茶代や、で、鍋せみたいな形になっていただいてるので、メンバーシップに、この雑談、酒飲みながらここでね、雑談のいわゆるライブ配信をやっていきたいなと思いますので、楽しみにしておいてくださいね、ということです。はい。そうですよ、皆さんね、初めてこのチャンネルを見た方はですね、この赤マスク、なかなかね、レアですよ。なかなか見つかりませんよ。はい。チャンネル登録をしておいてください。そして、グッドボタン、高評価ですよね。そして、ベルマークを押しておいてくれたらですね、この変態赤マスクがですね、この事件、斜め45度から見てですね、闇があるんじゃないかというですね、注目の事件の真相をお届けしたいと思います。独自の取材、そしてネットに溢れてる取材、霊能者、これをぐるっとミックスしたハイブリッド考察をお届けしたいなというふうに思います。はい、最後までご視聴していただいたんですね、ここまで見たということはね、本当にありがとうございました。頑張ってやっていきたいと思います。以上、JJチャンネルでした。